はい、皆さんこんばんは。今日は2022年の5月の23日20時ちょうどです。はい、三井さんこんばんは。こんばんは、どうも。はい。はい、今日は月曜日ということで。この前は確か金曜日。金曜日でしたね、確か。金曜の夜と、花金にいきなり三井さんが出てきてですね。まさかの、知らない方は知らない。知ってる方でも、それが本当だったんだってびっくりする、話だったと思うんですが、まあ、昨日、前回は、まあ、ちょっと三井さん1時間しか時間がないということで、まあ、あまり皆さんとコメントでキャッチボールすることなくですね、まあ、私と三井さんで一方的に話して、まあ、でもそれは、とりあえず事実確認だけね、皆さんに先にお知らせしなくちゃいけないっていうのがあったんで、そうですね、やりました。それは、それはそうです。はい。はい、で、今日は、皆さんから、三井さんにですね、ご質問をしていただいて、まあ、2時間ちょうど、2時間までという制限なんで、何か三井さんにね、ここを聞いときたいというようなことだったら、まあ、早めに質問していただければと思います。はい、キローさんこんばんは、タカリさんこんばんは、エンデンさんこんばんは、どうも。はい、よろしくお願いします。水井さん、なんか、話し足りなかったこととか、言い足りなかったこととか、ありました？いや、もう、だいぶ喋りましたよ、前回。特に。一通りね、説明をさせていただいたので、まあ、繰り返しになりますけど、まず、私が辞めたんではなくして、令和新選組の方から、もう辞めましょうと。まあ、実情の戦力外通知みたいなもんで。ああ。だから、それはそれでいいので、それはそれでいいんですよ。だから、周りがなんかこう、なんか喧嘩したんだとか、私がなんかこう、令和を裏切ったとかいうことは当たりませんよということをまず分かってもらえれば、それでいいのかなと。で、もともと、まあまあ、前回のちょっとね、おさらいになりますけど、もともと、2019年に私が参加した時は、コンビニ問題をね、広く日本の、もう堂々と言えるんであれば、それでやろうと。で、政治的な、イデオロギー的なところは、まあ、私は基本的保守、的考えがあるんですけど、まあ、山本太郎氏自身がね、まあ、令和新選組は右も左もないんだと、もう外戦でも行ってね、イデオロギーではないんだと、本当に困って人を助けなきゃいけないんだっていうね。で、現場で問題を知ってるのが集まったのが令和新選組だって言ってたのでやってたんですが、まあ、ね、2019年の参院選が終わった後、徐々になんかこう、その時の、その右も左もない、そのオープンな雰囲気が、ちょっと私自身の、感じてきたところは、どうも、ちょっとほとんど左っぽくなってるなっていうのがあって、別に日本をよく住んでれば右も左でもいいんですけど、なかなか自分の、言論を、こう、私以外の人も、なんかこう、蓋をするような感じの、様子が出てきたんで、ちょっと違和感はずっと感じてたし、山田太郎氏も私が結構保守的なところは、まあ、あまり表に出しては困るようなやりとりもあったので、だからまあ、今回終わりにしましょうっていうのは、一回そういうのが落ち着くよねっていう感じの終わり方でしたけどね。だから周りの人がああだこうだああだこうで言ってるのは、もうどうもこう、私には、うん、まあ、なんていうかな。全然違う話してるよなって感じで、感じてましたけどね。なんか、大西常樹さんも、1ヶ月前ぐらいで、なんか YouTube で、なんか、真相を語りますね。あの時の。はい。面白くやってんだね。いや、それも、あまり見られてないんですよ、これがまた。1000回とか2000回ぐらいしか、見られてなくて。
で、な、まあ、大西さん曰く、その排除発言は、その、救急医療に対して、救急の時に、実際その、運ばれた時に、黒いやつとか赤いやつってやりますよね、救急医が。要するに、黒い人は死んでる人、または絶対助からない人、赤い人は一番優先順位が高い。で、黄色とかそういう、まあそういうレベルを分けるわけです、一瞬で。で、その一瞬で分けるということは、医者が命の選別をしてるんだと。まあまあ、これは事実なんですね。でも事実だし、必要なことになりますよね。緊急事態においては。はい、そうですね。ただ、その、その、医者が決められないようなこととかってあるじゃないかと。その時に、誰が決めるんだって話で、まあ、本人が決めればいいんですけど、本人が口が聞けて、まあ、これは私ちょっと、やっぱり遺書とか重要だなとか思ってたりするんですけど、私なんかね。で、みんな書いてないから、遺書なんて。基本的に死ぬなんて思ってないんで、ね。通話書かないでしょうね。ですよね。だけど、明日車運転してたら追突されて、高くがいきなり昏睡状態になったと。そして、これ延命治療だとか、なんだってなった時に、高くの意思がわからない。私が遺書書いてたり、嫁に言ってたら、わかりますけど、そういうのがわからないとなると、これは病院の先生が、家族が決めると。もしくは家族の身寄りがいない方はもう医者が決めると。まあそうですね。こういうようなね、話を、やっぱり政治の場でね、こうやればいいんじゃないか的なことを言ってたと私は記憶してたんです。で、それがいつの間にかですね、障害者は、を人権がとか、まあなんかそっちの方にいつの間にかすり替わって、大西さんは3回レクチャーを受けたけど、3回とも障害者の歴史だとか、なんかそういう風になっててというんで、もういいですっていう感じで、まあ、大西さんも自分から辞めたというか、っていう話が。そうそう。そうですよ。まあ、大西さんの話を、部外者が言ってもあれなのかもしれないけど、ただ、大西さんはもう途中から自分はもう辞めますって言ってましたからね。だから本人は辞めるからそれで、それを受け入れるだけでいいんじゃないかっていうことも出てたわけですよ、総会で。はいはい。ところが、まあ、記者会見を事前の総会の前の記者会見で除名で考える、除名に値するということを、もうその時の山太郎代表自身がもう記者会見で言っちゃってるから、なんかそれのついつまを合わせざるを得ないような形に なったんだなっていうのも、一面はありますけどね。ただ、正直ベース、でも、じゃあ、除名に私は、最終的には、なんだ、ケツを取った時に、除名で、賛成しましたよ、私は。しなかったのは、安島さんだけ、で、それでね、まあ、それはそれぞれの、二人はね、非常に論理的に、除名は、非常にね、刑事罰、客観的に、もうあってはならないようなことをしている場合であって、除籍か除籍は、まあ、一緒にやれるような形にならなかったよね。ということで、大きな違いがあるんだと、いうことを主張していましたね。で、私は、まあ、私は、最初はもう本人は辞めるって言ったらそれを受け入れるのに意味がないのかという意見でありましたけど、ただね、もういろんな情報がね、なんていうかな、短期間の間でいろいろやらなきゃいけなかったので、あの時の私がもう聞いている状況では、大西恒樹がまあ自分がいろんなね、言いたいことあったとしても、まあこんな大きな問題になっちゃったんだと。だからそういう点は反省して、もう、しないようにするということを述べていたのを、この場では反省してるけど、終わってこれ出たら、反省はしないなんていう、まあちょっと多分切れちゃっちゃうかもしれない。あんまりいろいろと、いろいろ言ってあげられたから。だからそういうふうに言うのは、ちょっとおかしいだろう、ということで。まあそれと、個別でもちょっと話できないかつっても、大西さんに事前に電話したいなんかしても、なやか言いながら、ゆっくり話し、
相手が断ってきたんだね。断って逃げてたんだよね。